モラースカイカー2019年時点で未だテザーなしの飛行に成功していない空陸両用車とは空を飛行可能な自動車のことである。SF 作品などに登場する空気の力や反重力で浮上する車はホバーカーとも呼ばれる。ここでは浮上可能な自動車全般について取り扱う。従来から飛行可能な自動車の研究はを行われてきたが航空機は 単発ピストンエンジンの短崎でもスーパーカー以上の価格であり、実際に操縦するには自動車免許のほか、最低でも自家用操縦士と航空特殊無線技師が必要で、飛行計画の事前提出が求められるなどハードルが高く、個人やベンチャー企業の小規模な研究にとどまっていた。その後無人航空機やオートパイロットの発展により、自動操縦により免許不要で利用できる、 小型エアタクシーの計画が大手企業の出資でスタートしている。2018年現在は法的な位置づけが不明瞭であり、国際民間航空機関でも単日常、走行可能な航空機とみなされているが、自動操縦による空飛ぶ車の開発が各国で急速に進んでいるため、運行のルールなどを検討する協議会が設立されるなどしている。詳細は、 空飛ぶ車を参照空飛ぶ車は近年次世代の移動手段として期待されており多くの企業が開発に当たっている開発や運用に成功すれば現在地から行きたいところへ点から点への移動が可能になり都市での渋滞の緩和や当初部山間部での移動手段の確立などが実現できると予想され多くの社会問題の解決につながることが期待されている 空飛ぶ車は地上での走行を想定していないものも多い。詳細はホバーカーを参照ホバーカーは何らかの科学技術で車体を道路から浮養させて走行する車のことである。トヨタが開発に当たっている。空飛ぶ車実用化への道のりも参照モーラー。インターナショナルによるモラースカイカー M400 を宣伝するポスター詳細は EN。 モーラー M400 スカイヒャルを参照カナダの発明家、ポール・モラーが、モーラー・インターナショナルで開発した空を飛ぶ自動車で、ある。そのうち、モーラースカイカー M400 は4人乗りで最高時速350マイル、垂直に離陸が可能である。飛行機やヘリコプターなどとはあくまで一線を隠しており、スカイカーはあくまで自動車のように、庶民の誰もが運転できるようになる。 手軽な交通手段としての普及を目指している。現在は競売価格で4億円程度と高額だが、大量生産が始まれば、近い未来には10万ドル以内での販売を視野に入れている。2013年、モラーは、米国企業と中国企業のコンソーシアムと共同生産することで合意した。トランジションの飛行モード詳細は、テレイフュージアトランジションを参照米国企業の テラフージアによるもので、30秒以内に地上走行モードから飛行モードへの切り替えが可能。また、燃料の満タン時には640から720キロの飛行ができ、最高速度は時速185キロメートル、価格は1、600万円に100万円と発表している。現在、同社のホームページにて1万ドルで予約を受け付けている。テラフージアではこの他に、 ダーパのトランスフォーマー TX という空陸、療養者の製造を担当したほか、エカーという名称の空陸療養者も開発している。2017年11月に、テラフージアは、中国の吉都市議社の親会社の石膏、シ、インドのバンガロールに住むビシュワナートがマルチズキ、インディアのマルチ800を改造して製作、バンガロール空港で開催された航空ショー。 エアロインディア2011に展示された、ミツバチの飛行能力などを参考にし、開発に16年を費やしたとしているが、航空力学的に飛行できないと言われ現在のところ、飛行試験は行われていない、英国企業、パラジェットによるモーターパラグライダーを利用した、空陸両用車 d 風の車にパラグライダーのような翼を持つ、レイジモータースポーツとの共同生産、 スカイカーの公案は冒険家のニールロートンである。地上走行モードから飛行モードへの切り替えは3分ほど。離陸するための速度は時速約 56km、200m 以上の滑走路により離陸可能である。飛行モードでの最高速度は時速約 110km、巡航高度約600から 900m、最高高度約 4500m となっている。また、 地上走行モードでの最高速度は、時速約 160km4.5 秒で、時速約 97km まで加速できる。ロンドンから、アフリカマリ共和国のトンブクトゥまで飛行するプロジェクト、スカイカーエクスペディション2009に成功した。将来的には車体を 80kg 軽量化し、約 142PS のヤマハ燃料噴射式3気筒エンジンを搭載する予定である。 詳細は、カーアーティベーターを参照日本の株式会社スカイドライブによる計画。ありがとうございます。